こんにちは、この花の寒月です。今日も日々の着物を着ていきます。今日着ます着物は綿麻の着物、合わせる帯は木綿の帯を合わせていきます。はい、それでは早速着てまいります。今日着ます着物は、綿麻の着物ですね。はい、次のように肩に預けて腕を通します。はい、襟先を合わせて着物を前に引っ張って腰にしっかり預けますね。はい、おはしょりのところを引っ張り出して、はい、上前を決めていきます。はい、下前を脇に挟む感じですね。はい、おはしょりをたくし上げます。はい、腰ひもですね。はい、で結んで上から上げますね。はい、腰を作っていきます。襟が整いましたら、胸ひもですね。はい、背中で交差して、ギュッと締めます。はい、前で結んで、からあげますね。はい、背中のシワを伸ばしていきます。足を脇に全部持っていきますね。はい、縦ひもで押さえていきます。ひもを前に持ってきたら、チャプチャ結びをして広い面の中に入れてしまいます。はい、着物はこちらで完成です。はい、それでは帯を結んでいきます。今日は簡単に結べて腰回りがしっかりカバーできる、レイヤー結びをご紹介していきますね。はい、手先いつものように半分に折っていただいて、2、30センチのところですね。手で持っていただいて、はい、2周巻いていきます。帯を2周巻いてきましたら、一度キュッと締めますね。帯を締めましたら、手先になる方の帯を折り返しますね。手先をかぶせて一結びして、もう一度結び目を作ります。はいですね、ぐっとこれが支えになるので、しっかりと結んでください。はい、ちょっと広げますね。あとは蛇腹に折っていきます。帯を蛇腹に折っていただいて、はい、蛇腹に折りましたら、この結び目にかぶせてしまいます。すぐ目に通す感じですね。はい、そうしましたら帯を広げていきます。
番下をですね、しっかり広げると腰回りがカバーできますので、広げて形を作ってください。はい、今日の帯はこちらで完成です。そうしましたら、いつもの帯脇をしっかり持っていただいて、ここを回します。帯板を入れますね。帯板を入れたらこちらで完成です。腰回りをしっかりとカバーできる帯結びをご紹介してみました。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。